はようございます、ナルトちゃんです。 Welcome to ナルトちゃんズトークコーナー。こちらではインスタグラムの DM やコメント、そして YouTube のコメントで質問や意見に対して私が話していくコーナーです。また私が話したいことを話していくコーナーでもあります。よくね、留学に何を持ってったらよかったって聞かれるんですね。私基本日本からたくさん食べ物を持ってたんですね。でその中でたくさん持ってった方がいいものランキングを発表していきたいと思います。またそれと私がマレーシアに来て、日本になくてマレーシアでめっちゃ継続して買っているものを発表していきたいと思います。日本に帰ったらスーツケースにたくさん入れてった方がいいものランキングトップ5です。はい、第5位こちらはじゃがりこですじゃがりこなんですよ。私じゃがりこがどこにも見たことがなくて、マレーシアでどこに売ってるか知ってる方がいたらコメント欄によろしくお願いします。マレーシアの方にもねぜひ食べてほしいです。じゃがりこはあの味はなんかあの味はじゃがりこにしか出せないし、どこにも他にもないものがじゃがりこなんですよ。それをぜひマレーシアの方にも食べていただきたい日本のお菓子ですね。で私も好きなものでもあります。では第4位、日本のレトルトカレー、レトルトのカレーとパックの砂糖のご飯ですね。はいこちらは私は日本人は米じゃないって死ぬんですよ。砂糖のご飯とそのカレー、たまになんですけど日本のカレーが食べたくなるときって絶対あると思うんですね。カレー好きの私はスパイシーなカレーもいいんですけど、日本のカレーってちょっと甘いというか、甘い、濃厚というか、なんかドロドロ油っぽい感じなんですかね。それが食べたくなる時があるんですね。しかも家の外に出る元気がないとか、今日勉強して疲れたっていう時にそういうものがあるといいなって私は思います。第3位、男梅のグミですね。梅干し系のお菓子です。私は梅干しが大好きで、結構独特な味なんでマレーシアの方は好きなのかな。癖のある味なんでどん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 慣れてったら好きになる感じかなって思います。あんまり好きにならない分一度ハマったらめっちゃハマっちゃうんで、梅のお菓子が第3位になっています。続いて第2位、こちらは乾燥わかめですね。乾燥わかめは野菜って冷蔵庫に入れていると日持ちしないんじゃないですか。でも乾燥わかめは食物繊維も取れるし、野菜がないっていう時にも結構何でも入れて使えるんで、やっぱり一人暮らしってなると栄養が偏りがちになるんで、そこ乾燥わかめ入れれば食物繊維取れるかな、野菜の代わりにちょっとはなるかなみたいな。私は乾燥わかめはたくさん持っていって損はないと思います。では栄えある第1位は高野豆腐です。高野豆腐っていうのはマレーシアの方にちょっと分かんない方に説明するんですけど、豆腐を凍らしてちょっとスポンジ状になった豆腐なんですね。豆腐の水分を抜いて乾燥させた食べ物なんですね。でなんで高野豆腐が大事かっていうと、これまた一人暮らしになると自炊するのも大変だし、外に出たくないなっていう時もあるんで、そういう時にも水で茹でて味をつけるだけで美味しくいただけるんで、日本に帰ってマレーシアに来る時は高野豆腐をたくさん入れていきたいなと思ってます。はい、では私の日本からマレーシアに持って行った方がいいものトップ5でした。とこれに続けて皆さんに言いたいんですけど、ネットに書いてある日本から持ってきた方がいいよとか、まあ、私がおすすめするのもそうなんですけど、そういうのに書いてある情報は合ってるんですけど、やっぱり普段の生活で使ってるものやたくさん食べているもの、これがないと困るなっていうものを
普段から使っているものを持ってった方がいいなと思います。ランキングに書かれているから持ってったじゃ結構使わないものは私はあったんで、自分がたくさん食べるとか好きっていうものを持ってった方がいいなと思います。ものはたくさんは持ってかないんですけど、私はこれ役立ったなっていうのは日傘ですかね。マレーシア日が暑いんで、しかも私は車持ってないんで歩くことが多いんですね。だから日傘を持ってると日よけにもなるし暑さ対策にもなるんで私はおすすめします。私がマレーシアに来て日本にはなくてめっちゃ美味しいって思って感動したものがあるんですね。それがタイガーっていうビスケットです。ご存知ですかね。日本で言うとビスコのクリームがない感じでビスケットなんですけど、ああいう薄くて甘いビスケットってあんまりないんですね日本に。でこっちに来て本当に美味しくてハマっちゃって、たくさん買いすぎて学校の警備員のガードマンの方に配ったりするほど私は好きで、ぜひマレーシアに来た時はこちらを試していただきたいです。またおすすめなマレーシアのお菓子があればぜひコメント欄に書いていただきたいです。またそちらの方もランキング形式で動画にしたいと思うんで、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。また動画のチャンネル登録やインスタグラムなるとちゃん .jp でみんなフォローしてね。ではバイバイ。